鉄子の部屋は、1976年2月2日から、テレビ朝日系列で、毎週月曜日から金曜日の13時13時30分に、放送されている長寿トーク番組である。前身の日本教育テレビ時代の1976年2月2日から、2021年、現在、放送46年目、放送回数1万1000回以上を数える。 長寿番組で黒柳哲子が司会の冠番組でもある。番組開始当時の黒柳は42歳で、当番組の司会を人生の半分以上にわたって務めている。毎回一組のゲストを招いて黒柳と対談をする形式である。最初期を除いてそれ以外の企画内容はないため、一般的にトーク番組として認知されている。通常、 一回につき一組のゲストを迎える。収録時間が長時間となったり、トークが盛り上がったことにより収録時間を大幅に超過したなどの理由で二回に分けて放送されたケースがある。ゲストの歴史、エピソードしかし、2014年の笑っていいとも、終了に合わせて放送枠を正午に移動すると、タモリの出演は消滅。この件について、両者とも、 一切コメントしなかったが、タモリが古巣に配慮したと見られている。結果、正午枠での出演は叶わず、2020年の13時代移動後もタモリの出演は未だ復活していない。視聴率は、ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯、リアルタイム。いずれも、放送時間は13時15分から13時55分。なお、特番では、 2016年2月11日放送の、徹子の部屋宿40周年最強無トークスペシャルが16.1%を記録している。年間最終及び、初回ゲスト年間最終ゲスト年間初回ゲストゲストとの会話は、スタジオセットのソファーに座って行われ、机には飲み物がセッティングされる。なお、ソファーがとても柔らかいため、 ゲストの姿勢や衣装が崩れたまま映ってしまうことがないようにとの配慮もあり、ゲストおよび黒い柳が座るためのクッションには基本的にベニヤ入りの固めのクッションを使っている。ゲストが歌手や音楽家、お笑いコンビの時には合間にパフォーマンスを披露することがあるも参照。収録は放送の約1から2ヶ月前に毎週月火曜日に計6から7本のペースで行われる。 1> 週一本分多く収録しているのは、黒柳がユニセフの仕事での出張や夏休み、出演する演劇などで収録を休んだり、突発的なアクシデントで放送を差し替えたりするときのストックとしてである。収録日の午前中はたっぷりと睡眠をとる。寝不足だとゲストの話が耳を素通りしてしまうからだと言う。黒柳の体調不良による休みは一度もない。ゲスト選定は、 スタッフらの会議で平等に候補を出し合い、それらを吟味してディレクターが事前にリサーチを行う。話す内容は、黒柳がゲストについてその日担当のディレクターからレクチャーを受けた際に、その内容を特注のメモ用紙に2バイトの鉛筆で縦書きに書いたものをつなぎ合わせたリストをテーブルに置いて進行する。そのメモの上にゲストがコップを置くとのけたり、 置かないようにあらかじめ釘を刺す。本番組で黒柳は玉ねぎとお姿である。芸能界7不思議の一つと言われるこの髪型については理由があり、毎日髪型を変えると視聴者の関心が黒柳の髪に集中してしまってゲストの方へ行かない、また襟足が出るので黒柳の斜め後ろからの画像になっても合図値を打つ。時に髪ばっかり揺れているという絵にならず。 首が見えるので少しは人間味が出る、あるいは和装でも洋装でもちょっとアレンジすれば済むなどの理由で固定しているという。ただし紛争する時は別である。黒柳の衣装はゲストと事前打ち合わせはせず、黒柳及びスタイリストによって選ばれている。放送開始から8000回を超えるまでは全て黒柳本人が衣装を用意、選定していたが、 その後はスタイリストが用意した衣装も着用するようになった。本番組で使用された衣装の一部は年に一度に本場した島屋で開催されているチャリティセールへ出品されている。本番組を始めるにあたり、黒柳がテレビ朝日に出した条件がスタッフの入れ替えをしないこと、編集をしないことだった。校舎の理由はゲストのありのままの姿を引き出すため、 番組の質の低下を防ぐため、ゲスト、黒柳、スタッフの三者間で、ここをカットしてほしい、ここを残してほしいと編集に関する意見が衝突するのを防ぐための三点である。黒柳は、一切編集をしない。ほぼ生放送の状態。だから皆さん本心を話してくれるんでしょう。と語っている。ゲスト一人当たりに1時間ほどかけて、スタッフと、 綿密な打ち合わせをする、その打ち合わせをする金曜日が一番大変と明かす。近年進む高齢化社会にあってか、シニア世代の著名人が出演する場合、トークの内容が就活に及ぶことも多くなり、ゲストが就活のプランを明かす場としての役割も、本番組ならではと言える。また、黒柳は、各媒体でのインタビュー取材で、何十年にもわたって、 出演を断ったゲストの方はいません。天候が悪いだとか、体調不良ですとか、そのようなゲストは一度もいらっしゃいませんでした。ゲストの皆さんに感謝していますと、必ず強調、コメントしているが、実際には、初出演のオファーをしたものの即出演承諾を得られなかったゲストは何組も存在しており、それぞれの事情から後に、ようやく出演が実現したというケースや現在に、 至るまで出演が実現していないケースも存在するなどがそれに該当する。本番組の制作は当初、報道局が担当していたが、現在は総合編成局が担当している。テーマ曲は、鉄子の部屋のテーマ。作曲は泉拓テーマ曲は、CD、show WA、バラエティレボリューションの中に収録されている。番組では1999年4月以降、 必ず画面右下に背景のピンクの線とゲスト名とトークの内容についての固定テロップを表示するようになり2004年12月以降特別企画を行う場合に限って左上にもサブタイトルを表示する場合があるなお左上表示は地上波では表示されているが BS 朝日テレ朝チャンネル1.2の放送では表示されていない BS 朝日では一時期 画面右上にあるウォーターマークの左隣に番組タイトルを表示していた。提供クレジットは表示されるがアナウンサーによるスポンサーの読み上げは一切なくオープニングでゲストの紹介をしてすぐエンディングの番組終了時間までトークをする。ただし地上波では一時期 BS 朝日では開局から2年ほどは提供コメントを行っていたことがあった。なお、 年数回放送されるゴールデンタイム特番や週末単発枠のスペシャル版では通常通り提供コメントを行っている。正午枠時代はワイド。スクランブル第1部からステーブレレスで番組が開始される形となっていた。また12時30分の番組終了時も同様にステーブレレスの形をとっていた。 2015年10月30日までは12時29分55秒から、この後はワイド。スクランブルの告知が流れた後、ワイド。スクランブル第2部に入っていたが、翌週11月2日から本編が12時30分まで拡大されたため5秒告知は廃止となり、そのまますぐ、ワイド。スクランブル第2部に入る形となった。 2020年3月30日より13時枠へ移動すると同時に、ステブレレスを廃止、13時28分55秒で番組本編を終了し、後続の上沼恵美子のおしゃべりクッキングの告知が入るようになった。2020年4月7日よりサービスを開始したテラサを、はじめ、トゥビエル、アベマなどの動画配信サービスにて見逃し配信が開始されるとともに、 番組の最後に黒柳による配信の告知を入れる形となっている。1976年2月、前週までの13事象を引き継ぐ形として放送開始。番組開始当初は黒柳とラビット関根が進行するフラッシュクイズという視聴者参加の短いクイズコーナーがあった。フラッシュクイズは本編トークと同じスタジオで収録されていた。 コーナー冒頭には関根がトークゲストのモノマネを披露し、その感想を聞くこともあった。その後、このクイズコーナーは独立して一つの番組として放送されていた時期がある。このコーナーを設けていた理由としては、地味なトークだけでは視聴率が取れないと懸念されたためだが、番組本編とのテンションの乖離が激しく、わずか1年後の1977年3月に終了。 以後は番組全編をトークのみで進行している。放送20周年を迎えた1996年、19年ぶりにセットを変更、また初めて放送時間を変更、拡大するなど番組の歴史で初めての大幅なリニューアルとなった。この枠で放送していた1997年初頭には放送時間が移動したためか視聴率が3%前後にまで低迷し、 打ち切りが検討されていた。しかし、黒柳の自分の力が続くまでは、この番組を続けるの決意通り、番組打ち切りは回避されて、後に視聴率も安定に戻った。前回のリニューアルからわずか1年半で13時代に復帰。この頃から様々なマイナーチェンジが行われているほか、巡回展。 鉄子の部屋展や毎年恒例となる、鉄子の部屋コンサートの開催、ゴールデンタイム特番、出張、鉄子の部屋の放送など、新たな試みも行われるようになる。また、番組が初めてギネス世界記録に認定された。2014年4月1日より、ワイド、スクランブルを一時中断番組に、移行の上、放送時間を、称号枠に移動、タイトルロゴも一新するなど、 大幅なリニューアルとなった。同時に、直前、直後の番組へは、ステブレレスとなった。本番組が13時代から、昭和枠の移動を行った2014年3月31日4月1日は、フジテレビ系で、笑っていいとも、が終了し、バイキングが開始したのと同じタイミングである。2014年途中より、ゼネラルプロデューサーが交代し、12月末の、 最終放送は前年までの恒例だったタモリの出演が消滅、総集編を約2日間放送するのが恒例となっていた。また、テーマ別のゲストのみの投資企画集も頻繁に行われた。この移動前にはあらかじめ決めた特定の日、または週以外での休止はほぼなかったが、枠移動後はワイド。スクランブル第2部。 拡大 SP 等の報道特別番組による休止が頻発していた。放送45年目を迎え、番組開始以来4度目の放送枠移動となり、2014年3月31日以来6年ぶりの13時大復帰となる。しかしながら、枠移動と同じくして新型コロナウイルス感染症が流行したことにより、本番組も制作面などに、 甚大な影響が及ぶ形となった。これにより、傑作戦の放送も増加した。また、動画配信サービスでの見逃し配信も新たに開始された。鉄子の部屋では、様々な特別企画が行われることもある。以下をはじめとして、複数の日程にわたって、特別会を開催することがある。また、 修道士でテーマ別ゲストに限定したウィークなる特別企画を行うこともしばしばある。なお、黒柳とゲストが過去の VTR を鑑賞しながらトークする回の場合、セットのテーブルに放送回を収録した VHS ビデオテープが山積みされていることがある。鉄子の部屋コンサートは番組主催によるコンサートで番組にゆかりのある歌手、アーティストらが 一度に会して行われる。2006年から開始、2019年までで14回を数える。開催時期は12月上旬で、東京と大阪の2会場で行われる。なお、タイトルの頭には、第会回がつく。司会は、もちろん黒柳が務め、進行役はテレビ朝日男性アナウンサーが担当する。コンサートの目標は、終電までに終わるとのことである。東京、 大阪ともに一部出演者が異なる場合がある。全出演者中、第1回から現在まで毎年出演しているのは南公設のみである。また、香山雄三も第1回からの常連出演者である。2020年の公演は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、東京、大阪ともに開催中止となった。フェスティバルホール開催の翌年の2月に、 約3日間にわたって放送される。ただし、放送期間中であっても、過去に番組にゲスト出演した著名人の死去に伴う追悼特集への変更や緊急報道に伴う大下陽子アイド、スクランブル第2部拡大放送のため休止、放送を延期する場合もある。なお、2019年の第14回は、 前年までの3日間連続をやめて1回にまとめた形として2020年1月21日に放送された。2017年までは BS 朝日及びテレ朝チャンネルにて特別番組として放送することもあった。鉄子の部屋コンサートとは異なる形として2013年より番組主催のクラシックコンサートとして鉄子の部屋クラシックコンサートが年1回。 東京などで開催されている。黒柳とゲストの間に置かれている生け花は毎回取り替えられており、フラワーコーディネーターがゲストのキャラクターや衣装との見栄えの相性を勘案しながら生けている。黒柳とゲストが座る椅子は基本的にはソファだが出演者の数や季節に応じてなどで全く異なる椅子に変更される時が不定期にある。 2020年4月7日より各種動画配信サービスにて見逃し配信。テラサでは過去放送分の配信を行っている。ギャオ以外は原則各回ともその日の地上波放送終了後から配信される。放送枠が13時台へ再び移動した2020年4月1日以降の放送分よりエンディングに続けて黒柳が本番組のスタジオセットから テラサアベマビデオ TVer での配信を告知する5秒間の PR 映像を本編とおしゃべりクッキングのレシピ告知映像の間に流している。2010年より年に1から2回ペースでゴールデンタイムにて2から3時間のスペシャル番組出張、鉄子の部屋が放送されていた。番組では通常のレギュラー放送とは異なり黒柳と ゲストがスタジオの外でトーク及びロケ企画を行う形式だった。ナレーションは片岡鶴太郎が担当。なお、2016年からは後日の最強無トークスペシャルに引き継がれている。出張、鉄子の部屋の後継として放送開始40周年を迎えた2016年からは年1回ペースでゴールデンタイムにてにから3時間のスペシャル番組、鉄子の部屋。 最強ムトークスペシャルが放送されている。前回までの黒柳と松子デラックスとの出張ロケは、もちろんのこと、スタジオでもレギュラー放送の夜版として、豪華ゲストを迎えてのトークを送る。松子との出張ロケ企画では、黒柳と待ち合わせしている松子がいきなり後ろ姿で登場するところから始まるのが名物。 その後で二人の掛け合いと共にゲストを迎えての頂上しトークへと展開していく。スタジオトークパートでは通常放送とほぼ同じスタイルで展開するが、スペシャル版のため展開によっては時間弱が長くなることもある。なお、スタジオセットの背景はゴールデンタイムでの放送に合わせて夜仕様となるほか、場合によっては装飾が効果になることもある。 ナレーションは引き続き片岡鶴太郎が担当している。番組関連グッズについては、テレビ朝日本社一家アトリウム、東京駅一番街、東京空町、ツリービレッジなどにある、オフィシャルグッズショップ、テレ朝ショップや、通信販売サイト、ロップな、何などにて販売されている。ありがとうございます。